ファントムシックスファントムはロールスロイスブランドの高級車。歴史上以下の2車に大別される。イギリスのロールスロイスが1929年から1991年までの間、ファントム I、ファントムツー、ファントムスリー、ファントムフォー、ファントム V、ファントムシックスの6世代にわたり製造、販売していた乗用車。ドイツの自動車会社 BMW が設立した。 ロールスロイスモーターカーズが2003年から2017年の間に製造・販売したファントム72017年に発表したファントム8乗用車1998年ビッカースが所有していたロールスロイスを買収した BMW は1998年新たな自動車会社ロールスロイスモーターカーズを製造、ファントムは ロールスロイスの最上級サルーンに使われてきた名称であり、このロールスロイスモーターカーズによるファントムにもパルテノン神殿をモチーフとした大型のフロントグリルをはじめとする特徴的なデザインが引き継がれた。また、かつてのロールスロイス車にも見られたコーチドアが採用されている。車室内インテリアのメタル仕上げ部分には従来のサテンクロムと呼ばれるやや光沢の控えめなクロムに、 加えて、より透明感のある光沢に仕上げたブルークロムが用いられている。市販車は V 型12気筒エンジンが搭載されているが、試作段階では9リットル V 型16気筒エンジンが搭載される計画であった。しかしながら、オーバースペックという理由で却下され、3機試作されたエンジンはロールスロイスによってしばらく保管されていた。そのうちの1機を ミスター・ビーンで知られる俳優ローワンアトキンソンが、ロールス・ロイスに直接交渉し、快楽を得て、所有するファントムに乗せ替えた。当初は単一のボディバリエーションのみだったが、途中からホイールベースを延長し鉱石の空間を広げた、遊部が追加されている。また、二度アクーペ及びオープンカーも追加され、標準モデルを含むとファントムは四種のバリエーションを持つ、ことになった。 2016年2月23日、メーカーにより、年内に生産を終える計画であることが発表された。2017年1月末、最終モデルが、ラインオフし、生産終了となった。ファントム7、ファントム7、ハイメンズファントム7の V 型12気筒ファントム、7の車内使用仕様、ロールスロイスファントムドロップヘッドクーペ2007、スーサイドドアを大胆に採用し、 外販色を含む内外のディティールもレトロモダンで統一され特徴的なコンバーチブルとなっている。トノカバーはボートのデッキを思わせるチーク材を使用。エンジンフードはスチール製で機械で均一に仕上げた上に手作業で研磨されている。使用香港の高級ホテルザ・ペニンシュラ香港ではロールスロイスを1970年代よりホテル専用の送迎車として所有しており、 現在は14台の緑色のファントムユーブをホテル、香港国際空港間の送迎などに利用している。なおこれは単一の企業が所有するファントムとしては最大の台数であり、同ホテルは世界最大のファントムフリートであると称している。2014年にはマカオでルイ13世ホテルが過去最多となる30台のシンクのファントムユーブを注文し記録を塗り替えた。 そのうち VIP 用の2台は塗料に純金を調合して外装と内装を純金やダイヤモンドで装飾した史上最高級のファントムである。また、ブルジュアルアラブとロンドンを代表する高級ホテルの一つであるリッツ・ロンドンでも時点トヒースロー空港やガトウィック空港との間の送迎などにリッツブルーに塗られたファントムユーブを利用している。 ロールスロイスファントム原稿型、年内に生産終了へ、13年の歴史に巻く。レスポンス .jp。2016年2月25日閲覧。ロールスロイスファントム原稿型、生産終了、14年の歴史に巻く。レスポンス .jp。2017年2月27日閲覧。ゴールドのファントム、マカオザ13ホテルへ。ロールスロイスモーターカーズ。 2017年6月30日閲覧、ありがとうございます。